皆さんこんにちはワールドラバーマーケットのやっすんです今回のテーマはこちらになりますサービスのコントロールをマスターする練習方法という内容でやっていきたいと思いますはい、今回の動画の対象者としてはサービスをうまくコントロールできない初級者の方やあとはですね、レディースの選手の方 特にレディースの選手の方はダブルスの試合などがとても多いのでサーブのコントロール非常にに大切になってくると思います今回の内容なんですけどそのコントロールの中でも特にサーブの長短ですね台の上でツーバウンド以上させたり長いサーブを出したりというような長短について焦点を当ててやっていきたいと思います。 はい、でえっとサーブのコントロールがあまり上手でない初級者の方が、えー、短くサーブを出そうとして台から出てしまう、えー、その原因としましては一番大きな原因がラケットをですね縦に振ってしまって卓球台にバンとボールをぶつけるようなサーブの出し方になってしまうので、えー、中途半端な長さになったり。 台から出て打たれてしまったりというようなことが起こってしまうそれが一番の原因になるんですね。はい、で、まあ、その本当に上手なもうトップのプロの選手たちは叩きつけても微妙な力加減とか回転をかける力なんかでブレーキをかけるんですが正直それはもう本当に上手な人たちの話なので結構難しいんですよね。 短いサーブ長いサーブを使い分けられるようになる練習方法について皆さんに紹介したいいと思いますそれでは今からやる練習なんですけど自分のコート自分のコートの真ん中に1本線を引いてください。まあ、網とか棒のようなものがあればそれを置いていただくだけで大丈夫なのでコートの真ん中ぐらいにですね基準を作ってください。でえっと サーブを出すときにその基準よりもネット際に落としてサーブを出せば短いサーブ逆にその基準よりも手前側に叩きつけるようなイメージでサーブを出すと長いサーブになるたったこれだけなんですねこれをうまく使い分けられるようにもうとにかく練習をやり込むということが必要になります。でその まあ実際にネット際に落とすコツ手前に叩きつけるコツそれぞれ説明していくんですがまずはネット際にに落ととしててて短く出すコツですねについいいいやっていきたいと思いますはいまずはラケットを水平に向けてもらってボールの底をですねボールの底を取るような感じ最初は山なりになって構わないのでネット際に落とすということが大切になってきます。 はい、そうすることで非常に短いサーブを練習して出すことができます、まあ、あのこんなボテボテで高くていいのって思われるかもしれないんですがまずは狙ったところに落とすそのコントロールの感覚をしっかり身につけることで後々ですねもっと低く出したりもっとそれを分かりにくく出したりっていうようなことはできるようになりますのでまずは落としどころを調整するそのコントロールの練習だと思ってこれをたくさんやってみてください。 次に長く出す方なんですが長く出す方は少しラケットを前に傾けてください前に傾けた状態で上から下に振るようなイメージで叩きつけてもらうそうすることで長いサーブが出すようになりますここでポイントなんですがあんまり高い位置から叩きつけると上にバーンと跳ね上がってしまうのでなるだけこの 台の高さまで引きつけてから叩きつけることで走っていくような下回転系の長いサーブが出せるようになると思います。ぜひ参考にしてみてみください この方法をですねレディース選手の方にやってもらったところですね失敗としては短いサーブばっかり練習して次長いサーブってなった時に短いサーブの感覚はつかんだけど長いサーブを出す時にうまくラケットが立たないっていうようなことがありました。なのので短いのを出す,時長いのを出す時というふうに面の向きやスイングの方向を1回ずつチェックしながら 感覚を変えるようなイメージで交互に練習してもらうと非常に効果が出るのかなと思いますのでぜひやってみてください。